なんで定時連絡の度に出歩かなきゃいけねえんだ。これが最善の盗聴対策なんです。それで茜さんは養護施設の所長でパレカナの中でも重要人物だったらしい。それも教団の代表が安否を気にかけるほどのですか。調査は順調のようですね。気に入らないことがあるならはっきり言え。あなたは何をするにしても事後報告だ。バラクーダとの一悶着についてはその事後報告すらない。知ってるんなら報告はいらねえだろ。ご自分の立場をわきまえることです。余命わずかでもはや怖いものなしなのかもしれませんが、あなたは危ういバランスで我々から生かされていることをもう少し自覚すべきだ。気をつけるとしよう。引き続き対象の追跡を進めてください。よろしくお願いしますよ。あとなんだ、まだお説教か。思い残しは果たせましたか。かつての思い人ユミさんでしたね。彼女にはハワイで挙式する夢があったとか。せめて片身の指輪だけでも憧れの場に届けてやりたい。あなたが今回の任務を受けた当初の動機はそれだ。ああ。そちらが済んだのなら任務に集中できますね。よろしくお願いしますよ。待たせたな。なんて言ってました、大道寺一派でしたっけ。俺たちが一番茜さんに近づけているみたいでな。向こうからの情報はなかった。やること自体は変わらない。引き続き俺たちで茜さんを探し保護する。そうですか。そっちからの手がかりもなしか。それと独断行動についてたっぷり嫌味を言われたよ。ああ、桐生さんを部下に持ったらやりづらそうだよな。バカ、なんてこと言いやがんだ。だよ、一番はそう思わねえのかよ。上司ならいいんだけどな。お前らもう少し気使えよ。傷つくじゃねえか。にしては桐生さん嬉しそう。そうか。よう。いえ。
ハロー。はい。この辺は花がたくさん咲いてて綺麗だね。ちーちゃんは花だったら何が好きなんだ？なんだろうね。バラかな。バラか。綺麗な花だよな。前に育てたことあるんだけど、すごく難しかったの。お水をあげすぎてもダメだし、剪定も大変で弱いんだよね。でも根気強く育てて綺麗な一輪咲いた時は嬉しかったな。私もいつかこんな風に咲けるかなって。ちーちゃん。ううん、なんでもない。ほんと手のかかる花よ。でも綺麗でトゲがある裏で弱さ隠して頑張って咲いてんだよな。少しバラを見る目が変わったぜ。ありがとな、ちーちゃん。何のお礼なのかわからないけどどういたしまして。よっしゃ、深く知れた気がするぜ。出発するか。さっさと始めようぜ。よし。調子出てきたぞ。ついてこれるか。私の出番ね。ほら来い。相手してやる。手加減はなしだ。いつでもいいぜ。さあ、俺の番だ。俺の番だな。上昇上昇。よっしゃ、行くぜ。よし。どうした。ほら、やるぞ。カモン。よし、やるぜ。何？来ないの？相手してやる。ビビってんのか？俺の番だな。勝利勝利。
勘弁してくれ。近づきの印です。いかがでしょう。よし、よろしく頼む。さあ、行きますか。私の出番ね。覚悟。ニトロちゃんが。Not bad。ほら来いよ。よし、やるぜ。出てきたぞ。ついてこれるか。ここまで完成してやるよ。勘弁してくれ。これで仲間になってくれよ。どういうことだ。悩むね。いい夢見せてやるよ。いい夢見せてやるよ。いい夢見せてやるよ。来いよ。よし、よろしく頼む。調子いいね。行くぜ。私の出番ね。腰抜き野郎が。相手してやる。俺の番だ。相手してあげる。俺の番だな。おや。あらよっと。いい調子だぜ。アロハ。アロハ。What are you staring at? Hey! 気分が乗ってきたぜ。Hey!
ょっと休んでいこうぜ。はーい。ありがとうよ。オーケー。アロハ。いただきます。いただきます。Thank you. いらっしゃい。いらっしゃい。ん？どの曲にするかな。聞いたところによるとサッカー部のキャプテンでイケメンで文武両道、偏差値も身長もお前より20も高いらしいよ。こりゃもうお手上げだね。ああ、石破この旅はマジご愁傷様。いやひどい目に遭いましたよ。ずっと目で追ってたもんね、超激マブな彼女。実は付き合っても4年になんだって。え、4年？そんな前から？さすがに普通気づくだろう。マジで高すぎるぞ。そんな泣くなよ、元気出せよ。なかなかうまい。よ、トミー。どうした？なんか浮かねえ顔だな。そうか、やっぱあれか、顔に出ちまうか。まあ詳しく聞かせてくれや。相談なら乗るぜ。だいたい察しはついてるだろうけどよ、マリオを見つけたんだ。
おう、ついに。マリー見たっていうビーチに行ったら偶然な。昔はどんだけ探しても見つからなかったのに。うん、やっぱり噂通りしばらくハワイを出てたんだろうな。遠目に見ただけだけど間違いなくマリーだった。じゃあ声はかけなかったのか。かけられねえよ。マリーの隣には新しい彼氏がいたからな。な、そうか。どんな様子だったんだマリーさん。あくまでも遠目に見ただけの印象だけどな。二人すげえ仲良さそうだった。誰が見たって恋人以上に見えたろ。手つないでお互いを見つめ合って。それはつまり幸せそうだったってことか。いや、まあでも俺と暮らしてた頃はもっと幸せそうにしてたんじゃねえかな。なあ、おい、素直にマリーさんの幸せを祝おうぜ。おめえもそうあってほしいって言ってたじゃねえか。分かってる。いや、分かってるつもりでいたんだけどよ。ま、頭じゃ割り切れても心が追いつかねえよな。はあ、そういうことみてえだ。それにしてももう少し近寄れなかったのか。本当に遠目に見ただけで引き上げちまったのかよ。だってよ、もしも新しい彼氏とうまくいってんなら俺は邪魔者でしかねえんだぞ。なのにこっそり近づいてってバレたりしたらマリーの新しい恋を台無しにしちまう。確かにな。じゃあよかったら俺が代わりに確かめに行くか。お前が？さりげなく二人に近づいて二人の雰囲気を探ってみる。お前にそんなもんわかるのか。まあそばでしばらく見てりゃ大体の見当はつくんじゃねえか。いや、そもそもお前だって空気読めずにプロポーズ失敗した男だしな。まあそんなことよりマリーさんのことだ。新しい彼氏ってのはどんなんだったよ。年は40代かな。金は持ってる風で清潔感あったな。なるほど。他には？体格は普通というよりは線が細いタイプで、腕っぷしより頭が良さそう。あと優しそうだった。それに対するマリーさんの様子は？すげえ幸せそうって感じだった。そっか。あれ？おかしいな。それじゃもうあいつにとって俺はお呼びじゃねえってことか。そう結論を急ぐなよトミー。だいたいおめえはこのままにしておけるのか。え？正直俺はマリーさんのこと顔も知らねえけどよ、ここまで来たら俺だって彼女の幸せをちゃんと確認して、俺がそう思うくらいだ。おめえの気持ちはわざわざ言うまでもねえだろ。一番、じゃあお前俺にどうしろってんだよ。わからねえ。だからよ、ここはいっそみんなにも相談してみねえか。みんなにって、あ、いやダメだって。俺はお前だからここまでマリーのこと話してんだぜ。今さら他の仲間にあられざらい話せねえよ、こんなプライベートなこと。そっか。いや悪い、俺がうかつだった。話聞いてくれてありがとな一番。実際それだけでもだいぶ救われてんだ俺。何言ってんだよ、話聞くくらいなんでもねえ。ダチじゃねえかよ。まだどうするか決めてねえけど、マリの件このままじゃ終われねえってことは分かった。俺が困ったり迷ったりした時に助けてくれるダチがいるってこともな。乾杯した方が良さそうだな。
ああなんでお前相手だとこんなにペラペラ話せしまうのかな。しみるな。お邪魔かい、ちーちゃん。うん、もちろんそんなことないけど。けど？さっきね、じいやから連絡があってさ。お忙しいでしょうが、そろそろお顔を見せてくれませんかって。ああ、じいやって富士宮家の。一番たちと動くようになってから私、もうずっとじいやと顔合わせてないんだよね。じいちゃんのこと心配してんだろうな。そうだね。しかもじいやが言うには、千歳様は私に何か隠してる気がするってさ。私は普通の留学生として平穏無事ですよって返事しといたんだけど。それはじいやさんの勘の良さを褒めるべきだな。大したもんだぜ。さすが私の師匠だよ。なら一度会って元気な顔を見せてあげたらいいんじゃねえか。けど直接面と向かったらいろいろ探り出されそう。ジーヤは本当に勘がいいから。で、私に何か異常を感じればジーヤは立場上すぐ家に報告するでしょうね。つまり私にしてみればジーヤと直接会っていいことはあまりないわけ。ジーヤさんを安心させてあげられるだろう。心配させっぱなしじゃちーちゃんも嫌じゃねえか。それはまあそうなんだよね。確かにジーヤにはちょっと心苦しい。このままジーヤさんのことはほっといていいのかね。向こうからもちーちゃんを探しに来るんじゃねえか。その点は多分大丈夫かな。ジーヤはスマホもやっと最近使えるようになったお年寄り。ハワイに私以外の知り合いもいないし、だから一人で私のことを探し出せないと思う。まあそういう事情もあって私は今みたいに自由にやれてるんだけど。ジーヤさん確か喜寿だっけ。じゃあやっぱ気の毒だな。ずっと一人で心細いだろうに。私もそう思うけど、もう少しだけこのままやり過ごしちゃおっかなって。せめてスマホに何かいつもと違うメッセージでも送ってやったらどうだい。どういうこと。いつもやり取りしてるのは文字だけなんだろ。そこに動画とか写真とかを添えるんだよ。ふーん。でもどんなやつを送れって言うの。ちーちゃんがジーヤに語りかける風のビデオレターだ。スマホで動画を撮ってそいつを送り合い、アロハージーヤ久しぶりとか手振って。おお、日頃の感謝なんかも伝えるんだ。いつもご苦労様です、私は元気ですってな。なんか私の柄じゃないから白々しくなっちゃいそう。直接会わなくても元気な顔見せりゃジーヤさん安心すると思うぜ。そうだよね。わかった、ちょっと考えてみるよ。でもおかしな話じゃない。親は私に無関心でジーヤだけが気を揉んでくれてるんだから。うん、そうだな。血のつながりだけが家族じゃねえ。ジーヤさんの話を聞いててやっぱりそう思ったよ。実際俺も育ての親とは血がつながってなかった。春日次郎って
カムロ町でソープの店長やってたんだ。それでも親子の情は確実にあったぜ。少なくとも俺はそのつながりを感じてた。一番誰か一人でも自分を気にかけてくれりゃ、それが家族ってもんなのかもよ。そうだね。ありがとう一番。あ？ジーヤが家族とまで思ってくれてるかはわからないけど、私にとって大事な人なのは間違いない。だからたまにはメッセージだけじゃなくて電話でもいいから直接話してみようかな。それ悪くないと思うぜ。必要なら写真とか動画も送ってみる。一番のアドバイスに従ってね。そんな風に言ってもらえたら俺も話した甲斐があるってもんだ。今日は勉強させていただきました。ありがとう。よっ、トミー。おう、ちょっと付き合ってくれよ。聞いてほしい話があってさ。の？どうした？いい話の気配がするぜ。とにかく座れよ。実はちょっと急展開があってさ。伊賀、驚かないで聞けよ。もっといぶるじゃねえか。マリーの彼氏と差しで話してきたんだよ俺。で彼女とのことをいろいろ聞き出してきた。え、それはまたどうやって。まずマリーの友達を捕まえてよ、彼氏の素性を聞き込んだんだ。名前は近藤さんっつって大学教授だった。海洋なんとかっつって、早い話が海の専門家らしい。年齢の割にもうその筋じゃ有名で稼ぎもある。テレビに出たこともあるってよ。おお、なかなか頼もしい肩書きだな。なんだよ、お前らしくねえぞ。男の良し悪しは仕事や肩書きだけで決まるもんじゃねえ。まあそりゃそうか。だから俺は近藤が一人になるのを待って直接話しかけてみたわけよ。ただし偽名を使ってな。ちょうど向こうもハワイに慣れてなくて道に迷ってる風だったこともある。いつの間にそんなことやってたんだ。奴がどんな男かマリーのためにどうしても確かめる必要があったんだよ。じゃあそれで何も知らないふりしてその近藤さんと話し込んできたってわけか。なんか脇の雨男でよ、一杯おごるって言ったら嬉しそうに何の疑いもなくついてきやがった。俺も呼んでくれりゃよかったな。俺だってマリーさんのことは気にしてんだよ。お前はお前で忙しいだろ。そんなお手間を取らせらんねえよ。それで近藤さんとの話はどんなだったんだよ。あ、さっき言ったけど俺は偽名使ってさ、マリーと同じ大学にいたトーマスって設定だ。話の流れでさりげなく出身大学を聞かせたら、早速実は僕の彼女も同じ大学なんだよと来た。なるほどな、その流れでマリーさんの話を聞き出そうとしたわけか。あ、近藤とマリーが知り合ったのは彼女が昇進してハワイを出た後、観光客相手の仕事を転々とした先で海を調査中の近藤と出会ったらしい。そういやマリーは海とか魚が好きだったんだよ。まああいつらしい出会い方だ。でいろいろあって先に惚れたのは近藤。1年付き合って最近婚約まで行ったらしい。結局のところ俺は近藤としばらく話したが目立ったあらはなかった。
学者って割にはなんかアホそうだし能天気すぎる気もしたしな。もっと致命的におかしなとこがありゃ適当に喧嘩でもふっかけてボコってやろうとまで思ってた。おいおい、よせってけどよ、その時気がついたんだ。近藤相手に俺がバカやって傷つくのは他でもねマリーだ。そもそも客観的に見りゃ俺は前科持ちでこの間まで病の使いっ走りだったじゃねえか。大学で学士やってる近藤と俺とじゃ比べるまでもね。もう俺にできるのはおとなしく身を引くことだけ。遠くからマリーの幸せ願うくらいは見逃してもらうさ。遠くからってマリーさんたちはすぐ近くにいるんだろ。ハワイに住んでんだから。いや、ところがそうじゃねえんだよ。え？二人はもう何日かしたらハワイを立って本格的によそへ移るそうだ。もう今度こそ俺とマリーが会うことはねえだろ。マジかよ。近藤がマリーから聞いた話じゃよ、彼女にとってこの島は辛い記憶を思い出さずにはいられないんだってさ。あの鈍い近藤には何のことか分かんなかったようだが、俺は知っている。マリーは幸せになるはずだった人生を突然壊されて、俺に別れを告げる気力さえなくして姿消したんだ。忘れられるもんなら忘れた方がいい。それであいつが上向いて幸せになれるならよ。だから俺はもうあいつの前には出てっちゃいけねえんだ。そっか。じゃあ俺ら失恋した者同士だな。今日は楽しくやろう。酒おかわりがいるな。はあ、今日はいいよな。俺がおごる。おごらせてくれ。こんないい男が二人で飲んでるのにな。世のご婦人たちはどこに目つけてんだ。おかげさまでこれで全部お前にぶちまけた。俺も踏ん切りをつける。あとはそうだな、マリーと近藤がハワイにいる間ばったり出くわさねえようにしねえと。そっか、なるほどな。そりゃ確かに。まばったり鉢合わせたら人違いだと言い張りゃいい。俺は気のいいトーマスさんを演じ通すぜ。そんな場面が来ないように祈るよ。もし来たら俺はどんな顔してりゃいいかわからねえ。そいつは見物だ。乾杯して祝おうか、トミ。マリーさんが幸せになりますようにってな。ああ、そいつは応じないわけにはいかねえ。世界のどこかでマリーが幸せでいると思えば俺の人生も報われるってもんだ。よっしゃ、歌うぜ。燃やせ燃やし尽くせゴミみてえな。クソみてえな人生、クソみてえな自分自身、絶望に絶望を重ねて生きているボーイズ&ガールズよ、今すぐ立ち上がるんだ。積もり積もった絶望の頂からお前らのプライドを見せてやる。行くぜ絶望症。キリウスさん、おい、俺ら一年中、おい、俺自身に絶望中、おい、ゴリム中を継続中、青春の迷い、おい、神様も宇宙中、おい、吐く気
っと失望中おい夢 EP の高速道路に大渋滞中おい実はもう禁眼で歪んじゃって残像風おいやべえずっと瞑想中おい今月が終わるぞおい積もり積もる炎おい夢に振る炎おい間違っててもいいからさ焦っちょうだい君はどう生きるんだ誇りもしない人生が刻一刻と無駄遣いのまま終わりに向かってるぜ Hey boy 考えるんだその空っぽの脳みそで見せろ絶望症プレイ燃やせ燃やし尽くせおい耳止められる歴史光ありずさびついた眠焼却炉で絶望の頂からあいつらを見下してやれ吐きだめの角になりやがれ絶望チョプラーイエーイ答えは絶対が来る答えなんてものはいつも最初から自分の中に出ているもんなんだ悩んだ俺なんかやめて走れ走れ走るんだまあこんなもんだなI'll sue you! 後悔するなよ全力でかまって Don't make a fool of me! かかってきやがる。任せといて。やっちまうか。ビビってんのか。どうした。ぶちかます。勝負はついただろう。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。なんだ誘っているのか。ダメか。お前をボスと認めよう。乗るか。
What's the matter? I'm gonna put you in your place! かかってきやがれ! よーし! せい! はっ! Stay back! よし! やるぜ! はっ! はっ! 俺の番だな。さっさとこれ、見つけてみて。行くぜ! やっ! 止め!調子叩き潰す。よし。手数がいるな。何？来ない。私の出番ね。手加減はなしだ。いつでもどうぞ。よし、悪くない気持ち。これが俺の真骨頂よ。やんのかこの野郎。私の出番ね。狙うか。よし、はっ。俺の番だ。俺の番だな。いつでもどうぞ。調子出てきたぞ。ついてこれる。次だ。いい調子だぜ。なんだね。行くぜ。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。どう。来いよ。ダメか。信じてやろうじゃないか。出発進行。ハロー。よ。アロハ。はい。
いや。そうだ。はい。おう。はい。全力で行こうぜ。よっしゃ、行くぞ。スジモンバトル開戦だ。さあ楽しんでいこうぜ。さあここからどうする。行くぜ。それおりゃ。これからだ。さあここからどうする。どうだ。どこから攻める。行くぜ。必殺技のチャンス到来。行くぜ。相手さん、いい面構えだぜ。どこから攻める。信じてるぜ。相手さん、いい面構えだぜ。さあここからどうする。ナイス一撃だ。これからだ。これでどうだ。ファイター撃破。行くぜ。チェア。さあここからどうする。ここだ。ナイス。楽しくなってきたな。いい試合だったぜ。またな。ふう、勝ててよかったな。準備はいいか。
鍛錬の成果を見せてください。行くぜおめえら突撃。しゃあやってやろうぜ。相手さん、いい面構えだぜ。おめえに決めたぜ。よっしゃせい。くたばれ。シュッこれからだ。こいつで必殺技のチャンス到来。しゃ、行くぞ。流れを変える。さあここからどうする。よっしゃ。おめえに決めたぜ。これでどうだ。シェア、ファイター撃破。くたばれ。シェア、相手さん、いい面構えだぜ。行くぜ。オーケー。よーし、しゃ、行くぞ。ここからどうする。行くぜ。ナイスな一撃だ。楽しくなってきたな。流れを変える。これだ。シェア、ファイター撃破。行くぜ。ジャブリア。これからだ。おめえに決めたぜ。こいつで。行きますよ。とっておきの準備ができたぜ。これでどうだ。おお、高まってくる。よし、流れを変える。みんな頼むぜ。ここだ。入った。ナイス。またよいしょ。必殺が決まったぜ。ふう、勝ててよかったな。よ。
はあ？呪文バトル開戦だ。さあ戦いの火蓋が切って落とされます。一体どんな熱いドラマを見せてくれるのか。よっしゃせい。盤面が変わりました。行くぜ。互いのプライドがぶつかり合います。ここでファイターを入れ替える。勝負は時の運、一時も目が離せません。はあ、よいしょ。体勢を整えるようです。一つのミスが命取り、緊張が走る。ここでファイターを入れ替える。勝負は時の運、一時も目が離せません。互いのプライドがぶつかります。おっと、大技を打つ準備が整ったか。体勢を整えるようです。これでどうだ。両チーム、おっと、顔面が酔いそうです。ここでファイターを入れ替える。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。おっと、顔面が変わりました。一つのミスが命取り、緊張が走る。オーケー。これはとんでもない刺激が決まった。おお、高まってくる。ファイターの体力が大きく回復しています。これだ。体勢を整えるようです。行くぜ。と、行きますよ。画面が変わりました。し、行くぞ。両マネージャー、この展開をどう読む。おっと、ここでファイターを入れ替える。これでどうだ。強烈な一撃が、あった。そろそろとっておきが飛び出すか。顔面が変わりました。くれや。試合が大きく動く。両チームとてつもない気迫です。行くぜ。入った。ナイス。行くぞ。
早いぞ。大技が来るぞ。大ダメージだ。とても見応えのある試合でした。これほどの名勝負にはなかなか出会えません。春日チームの今後に期待が高まりますね。くそ。いいえ。やべ、バッテリーがピンチだ。
乗るか。開けてみるか。やったぜ。さっさと始めようぜ。私の出番ね。手貸すね。相手してる。手加減はなしだよ。いつでもいいぜ。俺の番だな。私も。おや。やっ。ステイバック。ステイバック。やるな。よし。やっちまうか。ここまで勘弁してやるよ。お近づきの印です。いかがでしょう。なんだ。どうする仲良くやろうぜ。何でもできそうな気分だ。さあ、行きますか。よし。やっちまうか。手加減はついてこれるか。戦闘準備完了。よし。合わせる。選ぼうねえのか。よっ。よし。さっさと来い。行くぜ。おや。
手加減はなしだ。手数がいるな。よし、勝利勝利。出てきたぜ。よし、低下で。どうした？やろう、待て。俺の番だ。ほら、来いよ。合わせるぜ。おら。よし。私の出番ね。狙うか。手加減はなしだ。手数がいるな。くそ、上がらねえ。やっちまった。勝負しろよ。また成長しちゃった。調子だぜ。準備はできた。やんのか。行くぜ。お近づきの印です。いかがでしょう。これは俺の気持ちは。よし、やってやろうじゃねえか。後悔するなよ。私の出番ね。やっちまうか。調子出てきたぞ。ビビってんのか。いつでもいいぜ。ごちそうさまです。カモン。手数がいるな。分かった。全力で行こうぜ。手加減するんじゃねえぞ。寿司モンバトル開戦だ。しゃあ、やってやろうぜ。おめえに決めたぜ。行きますよ。
暴れや。せはっ、流れを変える。行きますよ。ナイス大飛び。とっておきの準備ができたぜ。しゃ、行くぞ。相手さん、いい面構えだぜ。おめえに決めたぜ。行くぜ。シェア、ファイター撃破。くたばれ。シュッ、セアッセア。みんな頼むぜ。流れを変える。行くぜ。ナイス。決めたぜ。すんごい。よいしょ。くたばれ。はっ、せやっちね。これだ。ナイス一撃だ。しゃ、行くぞ。せやっちゃん。くたばれ。シュッシュッシュッ。流れを変える。よっしゃ。せよ。はっ、うわっ。おめえに決めたぜ。いくぞ。入った。いい試合だったぜ。またな。やんのかこの野郎。よし。やっはっ。やっ。手加減。手数がいるな。いつでもいいで。俺の番だな。さっさと来い。やっ。よし。
るぜ。ビビってんのか。ほらほら、いつでもどうぞ。やんのかい。私の出番ね。調子出てきた。ぶちかます。向かうと、ね、いつでもやれる。Hey, you're there. Hey, yo.What are you looking at? You gonna cry for mommy? さっさと始めようぜ。よし。合わせるぜ。狙うか。はっ。せい。手加減はなしで手数がいるな。さてと。カバー。俺の番だな。Let's go. Let's 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 go.相手してやる。私の出番ね。ほら来いよ。いつでもいいぜ。調子出てきたぜ。もらった。私の出番ね。腰抜き野郎が相手してやる。お茶にしましょう。ちょっと休憩。すまない。チェック。調子出てきたぞ。私も。おや。ぶちかます。
二人がかりだ。よし。腰抜き野郎が手加減はなしだ。よし、場所的にタイム。しょうがないな、やるぜ。俺の番だな。合わせるぞ。相手してあげる。ガンガン行けて。It's getting hot out here! It's getting hot out here! クラクラするぜ。ビビってんのか？よし。調子出てきたぞ。ついてこれる。避けた。よしよし、行くぜ。よし、なんだよ。俺の気持ちだ。受け取ってくれ。いいんだ。ダメか。見せてやるよ。来いよ。受け取るわけねえだろ。いい感じだな。やんのかこの野郎。よし、調子出てきたぞ。よし、あらよっと。いい調子だぜ。Aloha! いただきます。いただきます。ハワイといえばブルーハワイは外せないよな。味も最高。美味しいよね。しかもここのブルーハワイはちょっと特別なんだよ。人気映画のロケ地で主人公とヒロインがこのお店で飲んだのがブルーハワイなの。だからしばらくは聖地として映画ファンもよく来てたんだよ。へえ、そうなのか。じゃあそれ見てたらもっと楽しめたかもな。せっかくだしその映画見てからまた来ようかな。いいと思う。ストーリーもすごく面白いし。ああ、でもここでブルーハワイ飲む映画は3部作の最後なんだ。え、じゃあ1と2も見ないといけないな。あとそれだけじゃなくて、実はスピンオフでドラマ版もあるの。そこでも大事なエピソードが入ってるから先に見た方がいいね。
他にライバルキャラにスポットを当てた作品ともつながってるから 100% 楽しむならそれも抑えたいところ。時系列的にはそれが前だから気をつけて。それから俺が次ここでブルーハワイ飲めんのはいつになるんだ。ごちそうさま。 Thank you very much。よっしゃ、一緒に強くなろうぜ。はっ、よっしゃ。行くぜ、キレキレだな。ファイト！流れを変える！決めたぜ！はぁー！入った！必殺技のチャンス到来！行くぜ！ほら！流れを変える！ここだ！行くぜ！うっ！
練習通り。やば、飲みすぎた。良さげなもの発見。開けてみるか。開いたぜ。開けてみるか。やったぜ。Don't think you can get away from me. かかってきやがる。任せといて。合わせるぞ。前が見えのりしね。はい。よし。What do you want? アロハ。出発し。
ハロー。ヨゴロレイブ、さっさと始めようぜ。全力でかまって。よし、安全運転で行こアロハ。よっしゃ、行くぜ。よし、やっちまうか。よし、手かって、ほら。手加減はなしだ。ついてこれるか。こうねえのか。俺の番だ。Aloha! Thank you. What's good around here? Omera, Sushimon Bot. みんな勝ちに行くか。これからだ。
楽しくなってきたな。こいつね。行くぜ。シェイ。ファイター撃破。こいつね。とっておきの準備ができたぜ。死に行くぜ。おっとっと。さあ。で。必殺が決まったぜ。いい気分。さっさと始めようぜ。全力でかまって。What are you looking at? I'm gonna put you in your place. やんのかこの野郎。戦闘準備完了。私の出番ね。やっちまうか。ほら来いよ。やっ。せっ。やっ。ガンガン。私も。はっ。調子出てきたぜ。しゃ。よし。仲間になってくれよ。なんだろう。どうすっか。いい夢見せてよ。来いよ。仲良くやろうぜ。調子出てきたな。かかってきやがる。全力でかまって。ほら。真の敵じゃねえか。
ain't a show, dipshit. What are you looking at? Aloha! Thank you very much. Eagle. Oh. Hey, you! Don't make a fool of me! Kakatte kiyagaru. Shinryoku de kamatte! Hey! Yes! Kono chousu de nashita wa yoshi. Dana! の印です。いかがですか。どういうことだ。信じてやろうじゃないか。負ける気しないよ。 What do you want? Get wrecked! さっさと始めようぜ! 全力でかますぜ! ほら! ほら! 向かうとも敵なし! Yes! This will be too easy. Hey, you! Aloha! Thank you very much. Aloha. Thank you very much. What are you looking at? これだな? うまく取れたぜ! いらっしゃい。ご要望は?助かるよ。いい仕事しなきゃね。 悪いね。ありがたく受け取っとく。
始めるよ。いい感じにしといたから。これでいい？念入りに手入れしといたよ。また来てよ。What are you looking at? 安全運転で行こう。呪文バトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。どこから流れを変える。これだ。こいつで。これでどうだ。さあここからどうする。おめえに決めたぜ。行きますよ。ナイス大刺激だ。とっておきの準備ができたぜ。行くぜ。ファイトを。流れを変える。ここだ。ファイト。よっとっと。すんごいのいきます。早いぞ。よし、練習通り。よっしゃ。私も。おや。
私の出番ね。よしよし、低下すね。俺の番だな。何だよ、調子出てきたぜ。何、来ない。よしやるぜ。戦闘準備完了。よし、やっちまうか。ハッカー、ぶちかます。私も。手加減はなし。ロナモンとマンマ。よし、こねえのか。手加すね。私の出番ね。やっちまうか。はっはっ、ガンガン行くぜ。一緒にやる。せい、ご苦労さ。安全運転で行こう。はい、さてと、今日はどうすっかな。今頃どこにいるんだ、アカネさんは。よ、それなんだけど、私ちょっといいこと思いついちゃったかも。え、マジか。その前に確認だけど、アカネさんは一番のこと知ってるんだよね、自分の息子だって。あ、ああ、沢城の頭から伝わってるはずだ。顔も知ってるのかな。見れば一番だって気づいてくれるだと思うけどな。そうでなきゃ誰が会いに来たんだか分かんねえもんな。頭のことだし、その辺は抜かりねえと思う。なるほどなるほど、よろしい、条件は整いました。あ、なんだなんだ、作戦会議かよ。キリュウさん、なんか始まりますよ。どうかしたのか。ちーちゃんがなんか思いついたみたいで。それで、私たちは思いつける限り茜さんの行方を追った。茜さんの家に、茜さんの勤める養護施設、それに茜さんがやってた奉仕活動もろもろ、加えて地元マフィアの懐にまで潜り込んだ。そうよね。なんかそうまとめると、俺たちすげえことしてたんだな。そう。でも残念ながら茜さんへの手がかりはなし。ああ、大道寺一派の方でも手がかりをつかめていない。ってことはね、私たちの方から茜さんを探すのに限界が来てるってことだと思うの。
そりゃまあ、でもそれを言っちまったらおしまいじゃねえか。どっこいそうじゃないんだな。こっちから探すのが無理なら、あかねさんに私たちを見つけてもらえばいいんじゃない。あかねさんの方から。いや、そんなことどうやってやるんだよ。そこでこちらの出番、一番の存在をアピールするの。動画をネットにアップしてね。なるべく人目を引くような動画にして、春日一番はここにいるってハワイ中にアピールするって作戦。なるほどな。何その反応。いや、いいと思う。思うんだけどよ、お前だって聞いただろうがよ、一番が日本で動画のせいで散々な目に遭ったって。もうネットだの動画だのなんて近づきたくねえだろうがよ。まあそれはそうなんだけど。どうするかすか。なあトミー、ハワイのマフィアはバラクーダが牛耳ってんのか。ん、なんだよ急に。いや、バラクーダが仕切ってんのは第五地区周りと偽造系のしのぎだけだ。ホノルルシティにはバラクーダと同じかもっとでけえ中華系の組織がある。そうか。ん、いや、そりゃいい考えだぜじいちゃん。そういや俺も昔テレビを利用させてもらったことあったな。そういや選挙演説の生放送に乱入していたなお前。え、そんなことしてたのかよ。まあ、あん時はあれしかやり方がなくてよ。トミも気使ってくれてありがとな。俺は全然問題ねえからよ。まあ、そっか、ならいいんだけどよ。決まりだな。俺はその動画とかはよくわからんが、千歳たちは詳しいのか。任せといて。じゃ私はカメラ担当ね。大丈夫かよ。まあいいや、じゃあ俺は生かした台本練ってやる。一番、どうせお前何言ったらいいかわかんねえだろうからよ。あ、ならカンペも用意しねえとな。やるからには目指す100万再生だ。なんなら金盾も狙っちゃうか。え、なんか目的変わってない。なんだ、よくわからねえが面白そうだな。俺に何かやれることはねえか。あ、いやいや、キリュウさんは安静にしといてくださいよ。こういう雑務は俺がやりますんで。なめられたもんだ。ご隠居扱いされるほど俺は衰えちゃいねえぜ。え、どうすっかな。じゃあ、あ、じゃあキリュウさんにお願いしたいことがあります。これはもうキリュウさんにしかできないヤバい仕事っすよ。動画は音が命。キリュウさんには生命線の録音係をお願いします。ガンマイクっていうのか。強そうな名前じゃねえか。悪くねえ。春日、お前の魂乗せた声、俺が全部受け止めてやる。どうも。キリュウさんって案外お茶目だね。いや、あれはマジの目だ。あんな顔して録音する人初めて見るぜ。まあ本人が気合入ってるなら問題ね。始めるか。オーケー、いいよ一番。ほら、もう動画撮ってるからどんどん喋って。文字サイズ大丈夫だよな。とにもかくにも茜さんの目に止まらねえとしょうがねえ。茜さんのことを生き別れの息子が探してますってとこをバッチリアピールしてくれよ。だね、そこは外せない。なんせ作りたてのチャンネルにアップしてバズらねえといけねえんだからな。ハードルが高いっつうか、ぶっちゃけ結果は神のみぞ知るって感じだな。できればサムネで興味を引けるような見た目のインパクトがあればいいんだけどね。見た目のインパクトか、なんかあるかな。はっ、いやでもどうかな。ん、どうしたの。なんか思いついたのか。
まあそうなんだけどよ、どうかなこれは。お前がいいんならいいんじゃねえか。ハワイじゃ別に珍しいもんでもない。仇を怯えさせることもないだろう。で、キリュウさん、なんでわかるんすか。お前の考えそうなことだ。それにお前がハワイにいることを俺が知ったのもその情報が大きかった。そうっすか。じゃあやってみるか。ちょっとおい、あ、何二人だけで分かった感じになってんだよ。どういうことだ。おお、悪いな。どういうことかっつうとだな、こういうこったい。おお、本当は見せびらかすようなもんじゃねえが、ちょっとでも茜さんに近づくためだ。仕方ねえ。どうだい、こいつはインパクト的に。ギャラリーは正直だぜ。ああ、インパクトバッチリだ。よっしゃ、じゃあ撮影始めるか。お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。ふん、古いの知ってやがる。おい、カンペ無視して好き勝手しゃべんなよ。ダグ、せっかく作ったのに。いいんじゃない、こっちの方がバズりそう。さて、背中の流魚が申します通り、私元極道の半端者、母を訪ねる道すがら、さしてがましくもハワイをご案内いたしましょう。名付けてジャパニーズヤクザ in ハワイ。私カムロ町のソープで産湯を浸かり、異人町で暮らしておりましたが、思うところはありまして、日本を出立、憧れのハワイについて早数日です。初めての海外ですから、いろいろありました。なぜこちらで最初に出会ったのは観光客狙いの強盗でしたからね。は？その張本人がこちらの富澤君でございます。 おいちょっと待て、その紹介はまずいだろって。日本語は話せるわ、読み書きもできるわってんで、うっかり彼のタクシーを選んじまって。でも今はこの通り、すっかりダチになって行動を共にしてます。さすがハワイ、強盗までもあったかい、まさに南国気質だ。その後もトラブル続きのハワイ道中、身ぐるみ剥がされ全裸でビーチに放り出され、どっこいこの春日一番、元気にやっております。この先も新たな出会いを探すべく、ハワイにて押してまいります。カット。だよ、俺ばっかりやり玉にあげやがって、千歳には甘いのな。わりわり、でもちいちゃん、ほら、もし家に知られると。え、かぁ、その気遣い俺にも回せっての。まあいいや、刺激的な話題はバズりの条件だしな。それにしても一番、お前意外と口が回るんだな。昔取った絹塚よ、組で宴会の司会なんかよくやらされてたもんさ。若いうちに苦労はしとくもんだね。じゃ、とりあえず何か所かハワイっぽい絵になるとこを回ってみよっか。
そうだな。よし、そんじゃ春日組、これよりクランクインだ。うん、これだけ素材があれば十分ね。よし、じゃあ今撮ったやつを早速公開しようぜ。いやいや、さすがに編集とか入れなきゃダメでしょ。バズらないと意味ないし、がっつり気合い入れてやろう。トミー、手伝ってよね。へいへい。なんかようやくハワイに来たって感じがしましたよ。こっちに来てからもうトラブルトラブルトラブルでしたから。そうだったね。俺も楽しかった。ありがとうな、春日。いえ、それにこれからっすよ。楽しいことはこの先まだまだいっぱいあるはずです。なんせここはハワイっすよ。日本人憧れの島ハワイ、一緒に楽しみましょうや、キリュウさん。お前目的忘れてねえか。忘れてませんって。編集終わるまで結構時間かかりそう。二人はそれまでどうぞごゆっくり。だいぶかかるんなら俺はホテルで休ませてもらう。俺はビーチも近いし少し泳ぎにでも行くかな。了解、じゃあまた。ん？なんだ？まさかこんなところで出会えるとはな。こいつは国に保護指定されてる超レアなカメだ。裏ルートに売ればすげえ金になるぞ。最高じゃねえか。運がいいな。よし、捕まえるぞ。おい、何やってんだ。なんだてめえ、てめえもこの亀を狙ってんのか。これは俺たちの獲物だぞ。別に狙ってねえよ。でもその亀保護指定されてるんだろ。捕まえるなんてダメなんじゃねえのか。うるせえな、こいつは俺のペットなんだよ。ほら嬉しそうな顔してんだろ。そうは見えねえよ。邪魔な野郎だ。おい、こいつぶっ殺すぞ。おい、もう怒られる覚悟はできてきた。かかってきやがれ。よし、やるぜ。おい、やんのめ。はっつけ。死ね。だぜ。よし、上司。つえ。ふう、大したことねえな。大丈夫かい、カメちゃん。はい、助けてくれてありがとうございました。いいってことよ。気をつけるんだぜ、カメちゃん。カメが喋った。カメじゃないです、僕ですよ。カメの
化け物を。化け物って失礼だな。亀じゃないし、よく見てみてよ、このかわいい顔を。ねえねえ、なんなんだ君は。だっ、うっ、あらあらららら、ああ気絶しちゃった。ああ仕方ない、島に連れて行こうか。まったく、化け物だなんて失礼しちゃうよ。ねえ亀吉。頭打っちまったのか。なんだ？ここどこだ？お、目が覚めましたか。よかったですな。ん？バケモノ！バケモノじゃないよ。僕の名前はガチャピン。そしてこっちはムック。ムックですぞ。何でも亀吉とガチャピンを助けてくれたとか。その説はありがとうございました。あ、いや、大したことはしてねえよ。ガチャピンさんにムックさんだな。俺は春日一番って言うんだ。よろしくね。春日一番、いい名前だね。で、あの、ここは？ここはどんどこと。喧騒から離れて快適な生活が楽しめる一大リゾートアイランドだよ。一大リゾート。そう、僕とムックはこのどんどこ島のマスコットキャラクターなんだ。子供たちから大人気だったんですぞ。そうか、マスコットね。悪かったな、化け物とか言っちまって。急だったから驚いちまったよ。だが一大リゾートっていう割にはさびれてるっていうか、あ、ゴミだらけじゃねえか。あちゃ、それを言ってしまいますか。あれ、え、すまん、なんか俺悪いこと聞いちまったかな。ここがさびれたのはゴミの不法投棄のせいなんです。あんたは？私は又吉、このどんどこ島のオーナーをしています。私の仲間を助けてくれてありがとうございました、春日さん。ああ、この島のオーナーさんか。よろしくね。かつてはこの島も自然やエンターテインメントにあふれた和やかなリゾート島でした。たくさんの宿泊客の皆さんが訪れ、島はにぎわい、島民たちも楽しく暮らしてました。しかし、ある時からクリーンパイレーツという悪徳ゴミ処理業者がうちの島にゴミの不法投棄を始めて。不法投棄？はい、粗大ゴミなど処理に金がかかるゴミを無断で捨てることです。彼らは島を汚し始め、それを注意した我々を逆恨みし、汚すだけでなく破壊も始めたんです。そのうち遊びに来ているお客さんにまで危ないことをするようになってったんだよ。そのせいでどんどんお客さんも少なくなっていっちゃったんだ。私たちへの嫌がらせや島への不法投棄はその後もどんどんエスカレートしていき、しまいには
お客さんだけじゃなく島民までもいなくなり、結果こんな感じになっちゃったんですぞ。今も島に残ってるのは私とこの二人だけ。どんどこ島じゃなくどん底島なんて呼ばれちゃってますよ。ああ、亀吉もいたな。あ、すまんすまん。そうだったのか。ひどい連中もいるもんだな。はい。でも、私たちは諦めてません。なんとかもう一度、このどんどこ島をかつてのような賑やかなリゾートに戻したい。そう思って、今も島に残ってるんです。まあでも、無理なのかな。今も不法投棄は続いていて、私たちがどんなに処理をしても追いつかない。私たちも諦めてこの島を出て行った方がいいのかも。そんなこと言わないでよ、又吉さん。そうですぞ、私たちはどんどこ島のマスコット。この島がなくなったら私たちの意味もなくなってしまいますぞ。そうだね、悪い悪い。ごめんね。あ、恩人に暗い話ばっかりしちゃって。あ、せめて今日くらい明るくやろうよ。そうですな、久々のお客さんですぞ。おもてなしパーティーですぞ。大したものはないですが、もう夜ですし、今夜はこの島に泊まって楽しんでってください、春日さん。ねえ、ありがとう。今日は盛り上がりましょう。その辺で採れたキノコでパーティーですぞ。パーティーパーティー、キノコパーティー、イエーイ。この辺は片付いたな。春日さん、おはよう。うわあ、
なあ、昨日おもてなししてくれたお礼さ、リゾートに泊めてもらえたんだ。これくらいやらねえとな。いやはや、これはすごいですな。でもどうやってあのゴミを勝手が分からなかったからな、こいつでぶっ壊してみた。ワイルドですな。ワイルドだろう。すごすぎる。春日さんがいれば、もしかしたらこの島も。あれあれ、おかしいな。俺たちからのプレゼントがなくなってるみたいだけど、どうしたの？なあ、もしかしてこいつら。はい、この島に不法投棄を繰り返す悪徳ゴミ処理企業、クリーンパイレーツの連中です。そしてあの男がクリーンパイレーツのボスの福山、巷ではフック社長とか呼ばれてます。悪徳企業とは聞き捨てならねえな。またよし、また殴られたいのか。お前もこの島の生ゴミにしてやってもいいんだぜ。ん？なんだてめえは、邪魔するなよ。俺はこの島の宿泊客だ。せっかくのリゾート生活を邪魔されるな。勘弁してもらいてえな。こんなゴミ島に宿泊してるってバカじゃねえのかお前。こんな汚ねえ島、もう何の価値もねえだろ。だから俺たちがゴミ捨て場として仕方なく活用してやってるんだ。むしろ感謝してほしいくらいだぜ。汚くて価値がねえのはこの島じゃねえ、てめえらの方だろ。なんだと？俺によくしてくれた人たちの宝物、てめえらなんかに汚されてたまるかよ。ふっ、一人で何ができる。おいお前ら、この生ゴミ処理しちまえ。やってやるぜ。島から出て行け。ぶっ壊れろ。ほう、やるじゃねえか。強い。今日のところは勘弁してやるよ。だが覚えとけ、てめえも又吉もこの島も全部ぶっ潰してやるからな。ありがとうございました、春日さん。また殴られずに済みました。あいつら今までにもあんたを。あ、はい、もう慣れましたけどね。私も春日さんみたいに強かったらな。この身もこの島も守れるのに。すいません、また暗い気分にさせちゃいましたね。この島には何もないですから、そろそろお帰りになられますよね。今お見送りの準備をしますんで。いや、まだ帰れねえ。え、俺が手出したせいで結果的にあいつらを刺激しちまった。あいつらきっとまたここにやってくる。俺にはあいつらからみんなを守る義務がある。そんな、春日さんが責任感じることないですよ。それに
この島にいても何もないし、楽しくないでしょうし。何もないなら作ればいいじゃねえか。え？昨日言ってただろ、この島を一大リゾートにするんだって。だったらこのゴミ何とかして人が泊まりたくなるような設備とか作ってよ。もう一度どん底から這い上がればいいじゃねえか。どん底からは上しか見えねえんだ。この島はきっと成り上がれる。あいつらは許せねえし、俺はあんたらやこの島が気に入った。手伝わせてくれねえか。一緒に這い上がろうぜ。春日さん。はい、ありがとうございます。春日さん、ワイルドだね。ええ、ワイルドですぞ。はい。おーい、ふっ、おら、
ふっと、おら、ふっと、おら、ふっ、おら、ふっ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 、おら。ありがとうございます。わかった。ほう。
ああ、
だった。当たった。よし。当たった。よし。当たった。カピカだぜ。
いらっしゃいませ。入荷したてほやほやですよ。ありがとうございました。ガチャピンさん、ありがとうよ。わかった。サイダラ。よいしょっと。ガチャピンさん、いらっしゃいませ。今日はどうしますか。入荷したてほやほやですよ。ありがとうございました。
よっと。よし。ですぞ。分かった。張り切ってこう。どうしようか。今日も頑張りましょう。
男を知ろうぜ。いらっしゃいませ。また来いよ。よいしょっと、よっと、当たった。おお、ピカピカだぜ。当たった。
よいしょっと。ふん、よし。よいしょっと。よっと、当たった。ゲットだ。よし。よし。当たった。ものだぜ。当たった。よし。ガチャピンさん、入荷したてほやほや、ありがとうございました。ただいま。
行き先だ。そうか。カピカだぜ。ふう、どこに飾ろうかな。俺の力作だ。カピカだぜ。どこに飾ろうかな。ピカピカだぜ。ふう、一日頑張ろうぜ。どうしようか。今日も頑張りましょう。なんだ。おい、
あばよ。そんな。任せとけ。おう。ガチャピンさん、よいしょっと。
よっと。ふん。よいしょっと。当たった。
カピカだぜ。どこに飾ろうかな。この力作だ。どこに飾ろうかな。カピカだぜ。どこに飾ろうかな。カピカだぜ。どこに飾ろうかな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。元気に育てよ。よし、いい子だな。一番。おう。考え事か。